橋し市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。橋し市は岐阜県の南部に位置する市、岐阜地区に含まれる。東海道新幹線の駅、名神高速道路のインターチェンジ、店舗名。 支店名などで、岐阜八島という名称が用いられることが多く、当市を岐阜八島と呼ぶことも多い。岐阜県南部、中積平野である、能美平野に位置し、ほとんどが砂地である。一部を除き、東は、木曽川、西は、長良川と川に挟まれた三角州地域である。かつては、 そこの浅い巨大河川とその支流が網目状に存在していたため、頻繁に水害に見舞われていた。そのため和獣が発達していたが、今ではほとんど失われている。とはいえ、和獣堤防上に作られた祠や神社が点在し、また和獣の境で土地の高さが異なるなど名残は多い。かつての和獣堤防は、低く、土取りをして道路に転用されたところもたくさんある。 水は豊富でかつては、数メートル掘れば、地下水が出た。現在では、地下水の取りすぎのためか十数メートル掘らなければ、地下水が出ない。冬は、伊吹山から吹きつける伊吹おろしが吹く。市長、松井里市議会議員定数は18名。竹花町は、城下町として栄え、橋町方の商業の中心地であったが、現在では近郊に。 スーパーマーケットやショッピングモールができるなどして栄えている。市の大部分は基本的に農業を営んでいたが同時に養蚕も行っており、明治以降は中小の盆石工場などで栄え、繊維の町として対岸の微細市と脅しを誇っていたが、現在ではやはり衰えつつある。正木町は、羽島市の中で最も北東にあって、鉄道や自動車で、 岐阜や名古屋に向かう人々のベッドタウンとなり、橋間市内では最も人口が多い。南部は農業が盛んで、田園地帯が多い。主要な農産がものは米で、岐阜県特有の品種発霜を育てている農家が多い。その他に柿やゴの栽培が多い。十六捧げという鞘が細長い豆が栽培されている、数少ない地域の一つ。 竹花町には、長田佐吉によって作られた、佐吉仏と呼ばれる大仏と竹花別院の藤がある。木曽川を挟んだ、愛知県一宮市とともに、繊維業が盛ん。橋島市内には、中間農道や長間薬師寺といった、円空仏を安置する寺院がある。岐阜橋島駅橋島市役所前駅市の代表となる駅、新幹線岐阜橋島駅。 名鉄橋島市役所前駅橋島市立図書館橋島市歴史民族資料館橋島市映画資料館ありがとうございます